はいどうも、たけるです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。さて先日、新型 iPhone16 が発表されましたけども、購入予定はありますか？僕はね、16 Pro を買おうかと思ってるんですけども、発表会のまとめ動画を上げたんですけど、そちらの方にね、たくさん質問をいただきました。その中でも、iPhone16 と16 Pro ってどう違うの？とか、どっちがいい？ってコメントをたくさんいただきました。ってことで今回はそんな iPhone16 と16 Pro、決定的な違いを見ていけたらと思ってます。16にしようかなとか16 Pro にしようかなって迷ってる人がいたらこの動画で決断ができるかと思います。はい、こんな感じで Apple に関する情報やガジェットの情報を発信してますんで、気になる方はチャンネル登録とグッドボタンをポチッとねお願いします。ということでやっていきましょう。はい、まずおさらいですね。今回出たのは iPhone16 で16 Plus、 16 Pro、 16 Pro Max、 この4つですね。この中でも iPhone16 と16 Plus、 これに関してはノーマルシリーズと呼びます。で、16 Pro と16 Pro Max をプロシリーズというふうに呼ぼうと思います。では早速見ていきましょう。16と16 Pro の決定的な違い、一つ目はカメラです。まあ、これが一番大きいかな。ノーマルの16はカメラが2つ、 Pro の方はカメラが3つあります。じゃあ何が違うのか。ノーマルの方は超広角と広角で、プロの方は超広角と広角と望遠、この3つがあります。そう、望遠がないんですね、ノーマルには。で、それぞれ違いがあって、ノーマルの超広角は1200万画素今まで通りですが、プロの超広角が今回アップグレードして4800万画素になりました。なので4倍の綺麗さが撮れちゃうんですね。カメラアプリで 0.5 って書いてあるやつが超広角です。なんであれがすごく綺麗になりましたといった感じですね。なのでその超広角をよく使うんだって方はね、プロにしたら良さをしっかり味わえるんじゃないかなと思います。広角に関しては両方とも変わらず4800万画素です。ですがプロの望遠に関してはなんと5倍ズームに対応してます。もともと3倍だったんですけども5倍まで対応しました。前は15 Pro Max しかなかったんですよ、5倍ズームって。それが16 Pro、 普通のプロにもつきましたって感じですね。なので遠くを映したい人にはめちゃくちゃプロおすすめです。これからの季節だったらまあ運動会とか、あとまあ紅葉を撮ったりねしたい場合とかはプロいいかなと思います。はい、次決定的な違い2つ目ですね、ディスプレイです。今回プロシリーズだけディスプレイサイズが変わりました。ノーマルシリーズが16が 6.1 インチ、プラスが 6.7 インチなんですけど、それに対しプロは 6.3 インチとマックスが 6.9 インチということで、それぞれ 0.2 インチずつ大きくなってます。で、それに伴って本体サイズも若干大きくなってるんですけども、プロはねベゼルがめちゃくちゃ細くなったので、そのおかげで、本体サイズの変化は最小限に抑えつつ画面だけ大きくするといった進化があります。どれだけベゼルが薄くなったのかっていうのもね、本体が届いたら見ていこうと思ってます。で、まあ画面が大きくなった分、あとまあカメラが変わった分、重みは感じやすいかなと思います。16と16 Pro であれば 29g ぐらい違います。なのでまあ、例えるとピーマン1個分の差ですね。って思ったらそんな差はないんじゃないかと思うかもしれませんが、手に持つので、まあまあまあ、ずっしりとは感じると思います。なので、できるだけ小さく、できるだけ軽くっていうのを望むんであれば、ノーマルかなと思います。そして画面で言うと、16 Pro には、プロモーションテクノロジーと、常時表示ディスプレイ。この2つがあります。プロモーションテクノロジーっていうのは、ヌルヌルのディスプレイなんですよ。120Hz。なので、1秒間に120コマ画面が切り替わるって感じですね。それに対して、ノーマル16は 60Hz。なので、倍以上滑らかに画面が動いてくれるといった感じですね。スクロールするときとか、もしくは、高リフレッシュレートのゲームをするとか。であれば、だいぶ差は出てくるかなと思うんですけども、正直僕はここについてはそんなにめっちゃいいとか思ったことはないんですけども、このプロモーションがあるおかげで、常時表示ディスプレイっていうのが生まれたわけなんです。はい。これ15 Pro なんですけども、スリープしてみますね。スリープすると、ほら。画面が完全には消えずに、必要な情報だけを残してくれるんですね。画面をポンって触らなくても時間も確認できちゃうっていうのがめちゃくちゃでかいんですよ。なんで、この機能が欲しければ、プロ一択です。で、決定的な違い、三つ目。カラバリとデザインです。カラバリ全然違いますね。ノーマルは結構ね、可愛い系というか、なんかポップな色合いなんですけども、プロに関してはスタイリッシュ。とてもスタイリッシュでオシャレ、エレガントな感じがします。ここはね、好みが分かれるかなと思います。今回16にはホワイトが復活したので、人気は出そうですね。そしてデザインについてなんですけども、iPhone16 Pro はチタニウム素材、チタン素材を使ってます。で、それに対し、ノーマルの16はアルミニウムボディということで、そこら辺でも差別化がされてますね。で、次、決定的な違い4つ目。バッテリーです。もう、これは非常に大きいですね。バッテリー持ち結構大事ですけども、比べるとこんな感じです。ノーマル16は、ビデオ再生時間が最大22時間。16 Pro に関しては最大27時間ということで、5時間ぐらい違うんですね。まあ、実際にはここまで持たないと思うんですけども、これだけ違うとなると、やっぱり、プロの安心感違いますよね。
とはいえ16もね、15の時と比べたら2時間も伸びてるんで、成長はしてる。でも、プロと比べると見劣りしちゃうよねって感じです。で、次、決定的な違い、5ですね。価格。結局最終的にここが一番大きいですね。はい。値段こちらです。16が、ノーマル16が 128GB スタート。124,800円から。で、プロに関しては、128GB スタート159,800円。はい、ここで35,000円の差が出てきました。はい、今まで上げてきたこの決定的な違いと、35,000円比べてどっちが大きいでしょう。天秤にかけてみてください。僕個人的には、カメラと常時表示だけで35,000円の価値はあるなと思ってます。なんでプロ一択ですね。けどこのカメラ、望遠と超広角の進化と、常時表示ディスプレイに、魅力を感じない、価値を感じないんであれば、プロよりもノーマル16にして、その浮いたお金で、容量1個上にしたりとか、別のアクセサリーを買ったりする方が幸せになれるかなと思います。望遠も超広角も使いたいって人は、プロ。カメラにこだわりがないっていう人はね、おそらく常時表示もそこまで気にならないかなと思うんですよ。なんで大半の方は16、ノーマル16で満足、十分満足できると思います。いろいろ話した中で、妥協できない点が2点以上もあるならプロ。まあないなら16にして容量を1個アップグレードするっていう感じがいいと思います。で、他にもね、細かな違いとして USB Type-C の転送速度の違いとか、マイクの数とか、高品質なスローモーションとか、ローの写真が撮れるとか、いろいろありますけども、一般的な使い方ならおそらく、使わないかなと思うので、今回は省きました。という感じで参考になりましたでしょうか。あのね、もし質問ならあればコメント欄の方にぜひぜひ書いてみてください。で、この機種が欲しいとかね、っていうのもあればぜひ残していってください。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画をいいと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いします。ではでは、また次回お会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。